はい、始まりました。マチェスチャンネル。さあ、受けてきました。第346回、トイック公開テストですね。はい、3月10日の午前の受験になりますけども、受けた皆さんお疲れ様でございました。まあ、不思議な試験官でしたね、今回ね。トイックのね、運営の方々も見てくれていますんでね、ちゃんと言っておきますよ。すごくおかしかったですよ、今回ですね。もうさ、すごく仕事ができない人とめっちゃ仕事ができる人いるんだけど、今回のはもうわけわかんなかったですね。超厳しい試験官のタイプです。はい、超厳しいんだけど抜けてんだよね。これがもうおかしいでしょ。めっちゃ厳しいですよ。だから僕帽子かぶってたのも、帽子取ってくださいって言われてさ。で、まあ、これはいろんな会場で OK だったりダメだったりするんで、もうはっきりしてください、どっちなのか。はい。明記して。で、まあ別にそれはいいとしてですね、超細かいの。もうめちゃくちゃ細かくて、鉛筆じゃねえや、シャーペンの芯も、で、ケース OK にしてる人、これはもう本当はダメなんですけど、で、ダメですからって言って、シャーペンの芯を出しておくか、もしくはもうシャーペンの中に入れてくださいって言って、で、ティッシュダメです、袋ちゃんと何枚かね、こう2、3枚出して、そのそれで置いといてくださいって言ってチェックするんですよ。全部ティッシュだったりとか芯だったりとかで、こんなチェックする人初めてだなと思って見てて、でしまいには目薬チェックしだしたの。目薬を見せてくださいって言ってこうやってねやってた。でこんだけやってめちゃくちゃ細かくやってたのに、受験のしおりとか広告出しっぱ、しまえって言わなくて、しまってない人たちがいっぱいいるのに、そのまま行われた。だから横も前もみんな出してたよ。ダメじゃん。それこそ書いてあるじゃん、いろんなことをね。英語だって書いてあるのにさ。それで試験終わりまでやってたよ。恐ろしい。最後ね、受験票はお持ち帰りください。忘れなく、個人情報ですので、とかって言ってたくせに、もう、抜けてんなぁと思いながらね。はい。不思議なやつでした。まあ、初めて行った会場だったんですけどね。あと、カップルが受験に来てたね。すげー久しぶり見たカップルの受験とか。昔はさ、こう、紙でね、申し込みしてたから、なんか同時にね、申し込んだりして、それで同じ場所になるとかっていうのがあるのかなとかと思ってたけど、オンラインになってもあるんだと思って、まあ多分2人同時にしたのか、まあ同棲してて同じ住所だったからになってんのかなと思いましたけど、なんかカップルで受験してるって思ってね。はい、面白いのか分からんけど、はい、見ましたけど、まあ親子受験とかも見たことあるけどね。うん、でもこの知り合いがこう並んで受けてるっていうのはもう超久しぶりだね。新トイックになってから一回も見たことのない光景でしたけど、はい。じゃあどうだったのかですね。試験の、まあ、全体としてはとにかく量が多かったね。分量の多い回だったと思いますね。だから終わんなかった人が多いと思います。でパート7でだってさ、ダブルパッセージ2つとも記事だったよね。そう、記事アーティクルですけど、記事って2行になってて長いことが多いんですね。でそれダブルパッセージ2つとも、でトリプルパッセージの1個目も記事だったから、だから記事が3つ連続で並んでたんで、うわこれは大変だなと思いました。僕は午前の、あ、そっか、フォーム複数あるんで、もしかしたら違うので、ね、受けた方もいらっしゃるかもしれないですけど、前回の午後フォームがなんかそんな感じだったって聞きましたけど、だから量が多かったね。で、あとは知らない単語というか、普通知らんでしょこんなのみたいなのがやっぱすごく散りばめられてる。今まで出てきたことないでしょこんな単語っていうのが多かった印象ですね。うん、だいぶ言い換えも攻めてきてるなと思った。言い換えの表現自体のレベルも上がってるって感じでしたね。はい、これがまあ全体、まあ347もそうでしたけど、を見て思ったやつです。ただ簡単なパートもあったんで、なんか調整されてんのかなと思うぐらいですね。でした。では見ていきたいと思いますが、まずはパート1はまあ普通ですかね。最近はもう難しくなってるのでこれを普通とします。で1個何その表現みたいなのが出てきましたよね。多分まあ受けてた皆さんってなったと思います。でパート2ももう普通ですかね。変化球やっぱりガンガン出てきたんですけど、まあもう慣れっこというか、はい、おなじみのパターンが増えてきたなっていう印象でしたね。もちろんだから初めて受けましたとかね、ほとんどトイック受けてないですっていう人にとってはパート2がだいぶ難しいんでね、はい、パート1、2、特急とかねやっていただければと思います。でパート3、4ですね。まあ3がまあ普通と一応しておきますかね。難しい人にはかなり難しいよね、表現とか、あと場面ね。でパート4がややなんとしたいですね。こっちは一問なんじゃそりゃみたいな場面が出てきたと思うんで、かなり多くの人がはってなったと思いますね。だから先読みどれだけできるかもまあだいぶかかってくるだろうなと思いますね、正答率上げるのに。うん、あとやらしい引っ掛けも目立った
ね、今回はこんな引っ掛けしていくんだみたいなのもあったんで、これはまあパート7にも言えるんですけど、ということで4をややなんとするかなって思います。はい、続いてパート5ですね。パート5は優しい優しめ、うん、今回は多分だいぶ優しかったと思います。難単語が1個も出てこなかったと思いますね。だから語彙問題も優しかった文法のやつも優しかったです。まあもしね、僕が知らないようなとてつもなく難しいコロケーションが出ていたならば難しいと思いますけど、まあ多分、ね、簡単な、まあオーソドックスな形で答えが出るものだったと思いますね。まあ一つ答えに、まあちょこっとだけ関わってる単語を、まあおそらく知らない人が多かっただろうなと思いますけど、まあそこがわかんなくても答えは出せるんでできたんじゃないかなと思いますね。で、パーツ6も普通かやや優しめだと思いますね。ここ最近は、はい、自分が受けてる回は、なんかそんなむずいのが出てこなくなったなって思いますね。なんかパーツ7が難しいから調整してるのかなと思いましたけど、はい、そんな感じでしたね。そんな悩むものもなかったかな。で、パーツ7ですね。やっぱこれが難しい。とにかく多かったし、量がね、量が多くて言い換えが分かんないっていう感じ、なんだこんな風に言い換えられるんだって思ったりとか、まあやっぱ何回も読み直しちゃったよね。だいぶ、あーこれ、これこっからこう推測できるってことって思って一応もう一回読んでみたいなんで、シングルを何度も読み直しちゃったんで、ここが辛かったですね。で、その後のダブルパッセージ、トリプルパッセージがさっき言ったようにダブルとトリプルで3連続の記事が出てきて、だいぶ長い。若干ね、やっぱりあの、照らし合わせで答えを出すって分かっているので、もう照らし合わせて答え、パッパッパッと。出してました。あ、これ正解かなと思うけど、でもこれが正解だったら照らし合わせじゃないから、だからこっちが正解だよなとかっていう、まあ裏技的なものでも正解は選べたんで、そうですね。だから5問中の2問は絶対に照らし合わせになるんだよね、複数文章の。だからこれだと1問しかないぞって思って、あ、じゃあこれ照らし合わせで出すはずだって言って答え変えたら、やっぱり、あ、こっちが正解だとかっていうのがあったりしたんでね。で、照らし合わせが優しいことが、まあ、トリプルとかダブルって多いんですけど、今回は引っ掛けにもね、出てたんでね。照らし合わせ、ここと照らし合わせちゃったらこっちが正解になっちゃうけど、正解はこっちと照らし合わせだけダメだよっていうものとかね、出てたんで、あ、これはややこしいな。ね、やらしいなと思いましたね。引っ掛けがきつかったなっていう印象ですけど、一個ね、わかんなかった。パート7で。あとは、そうか、リスニングも一個、あれって思って、その場面がめっちゃ難しいやつね。多分合ってると思うんですけど、もうしかしたら間違っちゃってんじゃないかなと思った。はい。どうでしたか？受けた皆様。いやー、今回は疲れる回だった。だと思いますね。時間は、あ、そうそうそう、大学だったから時計あるかなと思ったらなかったんだよね。で、前の人も時計をさ、こうじゃなくてこう横に置いてて全く見えなかったんで、どれぐらい時間余ったかわかんないですけど、まあとりあえず、まあ、トイレ一回行けたし、パート5は全部解き直したし、で、あの語彙の言い換え問題とかセブンのやつはチェックはできたんで、あとあれか、難しい表現のやつをこうチェックしてましたね、そういう感じでしたけど、はい、だから何歩余ったのかわかんないですが、はい、そんな感じでやりました。はい、受けた皆様お疲れ様でございました。またね、6時からは反省会のねライブありますので、そちらも見ていただければと思います。はい、メンバーシップのねレベル2以上ではトイック授業もやっておりますので、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、お疲れ様でした。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。